はい、こんにちは、ピカーです。ここはね、サンゼルゼ通りにある、まあ、トヨタのこう、なんていうのかな、アンテナショップ的なものですね。まあ、銀座にある日産みたいな感じ。すごいね、このフロントのプッシュロッドだね。このプッシュロッドっていうのは、まあ、ロッドじゃないけどプッシュロッドだよな、これ。サスペンションにショックアブソーバーがついてなく、すごいね、これ。レバー比は1対1ぐらいなんです。計算できない。すごい機構になってるね、これ。攻めたデザイン、フロントさすが。ダブルシュボーンなのにね。あ、これいいね、この新しいね、これ昔からあるのかね、なんかすごいね、このデザインいいですね。で、こっちにはトヨタの、これはあれだね、6時間、9時の6時間で買ったやつかな、今年のやつだね、クソ早いやつ。これは今年のモデルになるんだね。ちょっと一周そうかね。はい、かっけえな、このエグゾーストのアウトレットとかがさ、やっぱすごいよね、デザイン的に。ここもなんか空力やばいな、これ。相当このリアのもうハイハウスの中の空気を抜いてダウンフォースを出すっていう。あ、このサイドのデザインもすごいね。乗ってみて。ブレーキはね、大きくないね、そんなに。すごいデザインしてる。あ、すごいデザインしてるな、これは本当。よく近くで見ると。はい。で、ちょっと古いやつね、があるんだけども、全然違うよね。全然違う。全然違う。もう全面の投影面積が違うから、もう全然違う。メイキングこっちはあれだね。なんだっけ、AP だね、AP。全然古いわ。このリアのタイヤハウスの空気の抜き方が全然違う。まあ、レギュレーションの関係があるかどうかは、よう分からない。ほら、エグゾーストの普通のマフラー、全然違う。はい。これがあれだね。知らんわ。どれなんだよ。わかんない。なんか俺、ちょっと、わかんない。この感じわかんない。なんかわかんないけど、車乗る割には俺詳しくないな。詳しくない。これなんだろうね。カローラだね。カローラ。これは、もう全く興味ないけどね。4つタイヤがついてますね。なんと4つタイヤがついている。それ以外の解説がしようがない。はい、っていうね、一応なんかそのトヨタのフラグシップがあるっていうことなんだね。で、ちょっとこの車すごいね。あ、これすごいね、4気筒の。なんだろうね、これトヨタだから 4AG が乗ってますね。適当。あ、電気もあるんだね。モーターもついてるね。モーターとこれハイブリッドだね。ハイブリッドシステムだね、これ。すごいな。それ以上何の解説もないし、何のあれもわかんない。上の方にもね、ちょっと上がってみましょう。上にはね、市販車が置いてあるのかな。あ、動体視力を測るね、やつがあったりとか。あ、見て、FT86 オープンカー。これ出たら俺欲しいな。いらねえか。
コンセプトオープンだね。86のオープンのコンセプトカーみたいな。あと GT86、 これは資本なの？いや俺何も分かってね、何も分かってない。いいね、もっと希望を与えてるね。でこれはトヨタのハイブリッド、なんだろうねこれ、ハイブリッドの、わかんない、国産車全然わかんない。はい、でなんかレーシングのあれがあるね。これはファンテックかな。いやーわかんないね、これペダルがないのはちょっとわかりませんがあります。 GT86 いや、いらねえな GT86。 ヤリスか乗ってた、ヤリスか。なんだろうね、わかんないね、これ解説しようがない。なんか車が置いてあります。これでもなんかあれだね、これはね、多分ね、ワンメイクカーだね。っていうのは、見分け方、ロールゲージが溶接されてないじゃん、天井とかに。これはね、ちょっと危ない。これで走るのはね、まあ、スピード域とか場所にもいるけど、これはね、ちょっと危ない。危ない。うん。このロールゲージはね、そんなに安全じゃない。できれば、やっぱり、がっつりね、ピラーにね、溶接されてる、ピラーと一体になってるようなロールバーのやつはいいですね。はい、一応トヨタはなんかこういうね、まあ本当にシャンゼリゼのど真ん中、すごいいいところにフラグシップのね、てかなんかこう、なんていうの、フラグシップじゃない、なんていうの、これアンテナショップを作るっていう、作ってるっていうね、知らんかった知らんかった知らんかった。トヨタやっぱすげえな、頑張ってるな、うん、でもなんかもうちょっと違う未来も見た方がいいんじゃないかなっていう気がしますね。はい、とにかく俺なんかこの車すごいわ、かっこいいし、あーフレームもすごいよね。モノコック真ん中のあれか、乗るところがモノコック構造で、そこにフレームがくっついてるっていうね、フロントのフレームとリアのフレームをくっつけたっていう。いや本当にすごいね、コンセプトカーってよく見ると新しい形だな。やっぱね、最新のスポーツカーはすげえっていうね、最新のスポーツカーはすげえって言うんだけど、やっぱフェラーリすげえな、そう思うと。はい、つまずく、本当にとにかく道路でボコボコですっていうね。ミミさん買い物に行ってて暇なんだよ、ただただそれだけ。ミミさんもまあね、フランスで通じる言葉は喋れるんで便利だよな。いいよな、俺ももうちょっと喋りたいな、言葉大事だな、うん、はい、それではよかったらね、チャンネル登録してください。トヨタのね、アンテナショップをご紹介しました。